橋の構造屋根付き羽根木を重ねた上に橋桁が乗せられている。猿橋は山梨県大月市、猿橋町猿橋にある桂川に架かる羽根橋。国の名称に指定されている。江戸時代には日本三気橋の一つとしても知られ、甲州街道に架かる重要な橋であった。猿橋は現在では人道橋で上流と下流にそれぞれ山梨県道505号。 大和田猿橋線と国道20号で同名の新猿橋がある。長さ30.9メートル、幅3.3メートル、水面からの高さ31メートル。深い谷間のために橋脚はなく、鋭くそびえ立つ両岸から四層に重ねられた、羽目と呼ばれる支え木をせり出し、橋を支えている。猿橋は、桂川の両岸が崖となってそそり立ち、 幅が狭まり岩が,が高くなる地点にある。幅が狭ければ、橋脚を河原に下ろさずに済み、それが、高所にあれば水位が高くなっても川の水に接しない。このような地点に加強できれば、大水の影響を受けずに済む。しかし、そのためには、橋脚なしで橋を渡す技術が必要である。こうした条件では、吊り橋が用いられるのが常だが、 江戸時代の日本にはもう一つ、羽ね橋という形式が存在した。羽ね橋では、騎士の岩盤に穴を開けて、羽根木を斜めに差し込み、中空に突き出させる。その上に、同様の羽根木を突き出し、下の羽根木に支えさせる。支えを受けた分、上の羽根木は、下のものより少しだけ、長く出す。これを何本も重ねて、中空に向けて、遠く跳ね出していく。これを足場に、 上部構造を組み上げ、板を敷いて、橋にする。猿橋では、斜めに出た羽ネや横の柱の上に屋根をつけて、雨による腐食から保護した。所在する猿橋町猿橋は、桂川とその支流、葛野川の合流地点の付近に位置し、一帯は、カイノ国と武蔵国、相模国の交通拠点である。江戸時代には猿橋村が成立し、 甲州街道の宿駅である猿橋塾が設置された。猿橋が架橋された年代は不明だが、地元の伝説によると、古代水古天皇610年頃に、くだらの来人で造園師である、志ら子が猿が互いに体を支え合って橋を作ったのを見て作られたという伝説がある。猿橋の名は、この伝説に由来する。室町時代には、鎌倉大蔵氏によれば、 関東久保の足利持氏が敵対する会の武田信長を追悼し、持氏が派兵した一式持ち家と信長勢の合戦が猿橋で行われ、信長方が敗退したという。文明19年には正和院道行開国雑記において、道京が小仏峠を越えて、当地を訪れ、猿橋の伝承と猿橋について読んだ和歌、監視を記録している。戦国時代には、 勝山ヤ英章十七17年3月に、鶴郡の国衆、小山田信有が、猿橋の掛け替えを行っている。この信有による掛け替えは、小山田氏の鶴郡北部への支配が及んだ証拠とも、評価されている。猿橋は、天文2年にも消失し、天文9年に再加強されている。勝山ヤによれば、大英4年2月11日に改修後、武田信虎は同盟国である。 山内上杉氏の支援のため猿橋に陣を構え、相模国を組み越え出兵し、相模の北条を宇治綱と戦い、小猿橋でも戦闘があったという。戦国期に、小山田氏は武田氏に従属し、勝山期によれば、協力3年正月7日に、小中守の有は当地において宇治綱と対峙している。勝山期によれば、留守中の3月には、小山田氏の本拠である。 中津森官が消失し、4月23日に、越中守信のありは、八つ坂の戦いにおいて、宇治綱なに敗退している。また、猿橋には、国中の栄昇院の事業も存在していた。1676年以降に、橋の架け替えの記録が残り、少なくとも1756年からは、類似した形式の羽橋である。このような構造の橋は猿橋に限られなかったが、 江戸時代には猿橋が最も有名で、日本三気橋の一つとされた。甲州街道沿いの用地にあるため往来が多く、おそ空い、海中気候、渋江長白、寒遊、気象など多くの文人が訪れ気候に圧宿を作成している。文化14年には、浮世絵師の葛飾北斎が、北斎漫画7編街の猿橋において、猿橋を描いている。江戸後期の天保12年には、 浮世絵師の歌川広重が、甲府町人から、甲府道祖神祭礼の幕絵制作を依頼されて会を訪れている。広重は、甲州街道を経由して、甲府を訪れ、後に、旅の記録を、甲州日記としてまとめ、会の名称をスケッチし作品にも活かしている。小島薄いによれば、現存しない日記の一部には、猿橋の円形や崖などがスケッチされていたという。広重は、 天保13年頃に、藩元、津田義吉蔵から刊行された、大型西絵《紅葉猿橋図を手掛けている。明治期には、富岡鉄斎が1875年と1890年に、山梨県を訪れている。鉄斎は、甲府の商家、大木家などに滞在しており、大木家資料には、海猿橋図が残されている。1880年には、明治天皇が、 山梨県巡行を行い、同年6月18日に猿橋を渡っている。三代広重は、諸国名所の内公衆猿橋園景においてこの時の様子を描いている。1932年3月に国の名称に指定された。名称に指定された当時、橋の所在地であった大原村が管理に手がかかるため所有を拒否したため、猿橋は、 どこにも管理されていない無所属の状態であり、修理に必要な国の補助金が受けられない状況が続いた。この問題は、1963年になって、大月市の所有に決定し、現在に至っている。1934年に上流に、新猿橋が作られ、国道はそちらを通るようになった。1973年には別の新猿橋が、 下流に作られ国道20号が通るようになった。これら二つは今も並存する。古いサルバ橋を継承するものとしては H 港に木の板を取り付け、岸の基板をコンクリートで固めた橋が1984年に架け替えられた。これが現在のサルバ橋で部材を鋼に変えて1851年の橋を復元したものである。なお、1902年に 中央本線の鳥沢から大月間が開業した際には、猿橋の脇を通っていたため、列車内から橋が眺められた。しかし、1968年、柳川、猿橋間伏線化の際に途中駅の鳥沢駅から、新桂川鉄橋で、桂川を渡り、猿橋トンネルを通過して、猿橋駅に至る南回りのルートに変更されたため、車窓から橋を眺めることはできなくなった。 他に三気境を称する橋には、新橋、愛も飛ばし、木の山、金代橋、かずら橋がある。ありがとうございます。